帝国側で、ストライクか、やっていきます。いや、このストームトゥルーパーマジでかっこいい。でキャラはアサルト。お、いきなり敵がいるぞ。シールド張ってるけど、構わず撃破。いや、このね、やっぱね、エピソード7のストームトゥルーパーですよ。めっちゃかっこいいね。で、今回はね、攻め側なんで、こっちがね、キャプチャーして、つかもう途中なんだよな。途中参加しちゃったから、なんか状況が見えないんだけど、もうすでに入手しているんでね、荷物をデリバーってとこに持ってけば、こっちの勝ちですね。さあ、横から撃っていく。さあ、スピード命。あそこにいるんで、あれを取っていきたい。ちょっとボムをね、一回投げておきますか。おー、ボムで敵を倒して。ちょっと遠い。遠いんでね、厳しいな。距離を取りつつ。おっと、きつい。ああ、弾なくなっちゃったか。さあ、アサルト使って。おー、いいね。この顔がね、繋がってんだよね。エピソード7バージョンと。あ、でも今月ハロウィンですけど、ハロウィンになると必ずね、この格好をした人たちが街に現れるんですよね。でもこれ見るのが楽しい。この前も全然ハロウィンじゃなかったのに、なんか街中にいきなりストームトゥルーパーが歩いてたんでね、ちょっとびっくりして写真をね、撮っちゃったんだけど。まあ、最高ですね。ストームトゥルーパー街歩いてたら、もうね、なんか、一緒に歩きたいね。俺もなんかこの格好して歩きたいもん。なんだこれ。なんか光ってる。で、今、味方どこにいるんだ？オブジェクトの位置がよくわかんねえけど。戦線、あ、いた。お、やべ。回復して、でボム投げて、わ、ちょっと一回、逃げるか。ちょっと恐ろしいんだけど、これ、ここ。敵がなんかもうあ、めっちゃ撃ってきてるでしょ。あ、あれちょっとね、出れないっすね。お、つか、汚れてる。俺すげえ汚れてる。泥だらけでしょ。目立つなこれ。この白いスーツにこの泥がたまんないっすね。汚ね。あ、奥に一人。いやー、この距離じゃダメなんだよなこのキャラ。近づいて撃たなきゃ。やばい。グレネード投げて。おー、ダメか。さて、どうすっかな。あそこにあんのか。まだね、カウントが71あるんで、結構余裕っちゃうよ。おお、びっくりした。うわー、強っ。硬いな、なんか、あいつ。ちょっと硬いっすね。これ、前転したら汚れんのかな。おっと、ここにいる。はい、アサルト倒して。結構攻められてんな。あ、いた。なんかいる。なんだあれなんだ、なんか装置か。ボムでも投げとこう。あ、いた。毎回あそこにいいんだよな。回復して。ここ。いた。総督。よーし、倒した。倒して、あれを持っていきたいが、周りに敵がいるが、大丈夫か。さあ、取っていく。何ボタンだっけ？ G だ。あ、ちょっと遅えし、俺。めっちゃケツ見えてる。ちょっとなんか G って珍しいよね。なんか大体 E ボタンを押しちゃうんだよね。アサルト復活して。あー、ピックアップ。結構半分か。メーターが半分になってるよ。あー、死体か。お、びっくりした。おー。ゴリラ。ゴリラめ。よし、倒した。さあ。いた、奥にいるよ。ボム投げて。今のうちにピックアップしていく。時期。よし。これ突っ込め。あー、ダメだ。こっちダメだ。そっちでもできる。くそー。やられたが。何これ、なんかボムでやられたぞ。さあ、52カウント。まだ余裕はある。なんとかね、あれを取って。つか近いんだよね、もう。多分10メートルもないぞ。突っ込んで、取って突っ込めばね、いけそうな気がするんだけど、どうだろうか。お、いて、なんだ。回復入れて、ちょっと右側から攻めていく。やっぱこの遮影物使ってね、進んでいくのがいいよね。ボム投げて、で移動する。もう、後ろあー、二人もいるし、なんで。二人もいるよ。あ、ポイント一番上になってるし。さあ、行くぞ。さあ、つうかあれか、戻ったのか。まあ、また取りに行けますかね、そしたら。味方が取ってくれた。はい、味方が入手して、おお、目の前にいる。おら、倒した。まあ、じゃあ私が今回持っていきましょうかね。さあ、外出て、ここね、右がロングで狙われるから、スナイパーがいるんだよな、あそこにいつも。あ、いる。見てる。さあ、前転して、前転しつつ弾を避けて。さあ、行くぞ。今回このね、この上から見ていきたいかな。さあ、ちょっと味方援護してくれないと厳しいから、ゆっくり、じりじりと詰めていこうかな。いた。よーし、下にいた。で、降りて、この奥にね、いるんで、ボム、やべえ、ボムが、やっちまった。ボム跳ね返るパターン。ここ絶対いるんだよ。いや、いる。たくさんいるよ。そりゃいるんだよ。ちょっと味方の援護を待ちたい。回復。回復入れてな。おっと総督、ちょっと倒して。さあ、こっちから見るわ。ちょっと味方の援護が欲しいな。ちょっと一人だときつい。いた。はい、こっち。あ、いた。まだいるね。まだいますね。一回逃げよう。味方の、おー、汚ねえ。汚くなってる。ボムだな。ボムの弾け飛んだ泥がかかっていると思われる。あ、やべっ。そう、今見えてたのに、ボムでやられちゃいましたね。つか、これ使うか。アセスター。これな、変わんねえな、顔が。背中になんか背負ってるぐらい。かっこよさは変わらず。あー、背中になんかジェットパックね、つけてるね。はい、じゃあこのジェットパックで、突っ込んでいきたい。味方を援護していく。さあ、この威力の高い。ちょっと距離離れると微妙かな。いた。うお、マジ？あ、爆弾か。爆弾やばいっすね。じゃあもう一回使おう。もうジェットパックだけでいいっす。さあ、ジェットパックを使って。うわー、いや、かっこいいな。こいつがジェットパック使うとなんかちょっと違和感あるけど。あ、奥にいるね。毎回いるんだよね、あそこね。ちょっとね、距離詰めないと弱いんで。どんどん詰めて。さあ、いけ！お！いけ！入った。横ね、倒して。おー！持ってったぜ。持ってったらもうすぐ終わりなんだね。はい、ということでね、なんとか、勝ちましたね。結構いい勝負だったんじゃないでしょうか。おー、MVP だけ持ってきましたよ。ジェットパックのストームトゥルーパー。いやー、かっこいいね。さあ、ちょっと途中参加なんだけどね、もう一回、このかっこいいストームトゥルーパー、帝国側でストライクをプレイしてます。状況的にはね、今、まあ、61か結構カウントは減らされちゃってるんだけど、デリバーつか荷物をもうゲットして、あれつか取られてる荷物。あ、やられてますね。おお、めっちゃ飛んでった。ちょっと悟って取得していく。あー、マジか。狙われてるね。あ、やっぱあそこね、見られてるとちょっときついんでね。奥の敵を倒さないと、きついかな。ちょっともう、私が入った時にはもうこんなんなってたんで、今若干やばいのかな。もう57か。まあ、まだ余裕あるか。まだいけるな。だってポイントがちょっと全然溜まってないんでね、強いキャラは使えないんだけど、なんとかね、荷物を拾いたいが、そう、奥にいるのがね、ちょっと、なんとか、取れるか。あっしゃ、取った。取ったんでね、向かいたいと思います。 100m90、 敵が100人いるのが分かってるぞ。味方とね協力してなんとかね持っていきたいところなんだけど、あ、敵がゴリラ、イエーイちょっとやっぱゴリラ強いな。ゴリラって言ったらあれなんだけど、くっそ強いっすね。これ何なんだろうね。こっち使ったことないんだよね。なんかでもかっこ悪いからやっぱこっち使いたい。で、なんかこの音楽は、なんだ、このやばい時の音楽が流れてるのかな。お、味方がやられちゃった。すぐ手前。さあ、敵が近くにいることを仮定して、臨戦態勢で臨むが味方がいるんでね、普通に取っちゃいましょう。で、ゲット。ちょっと場所を変えつつ、敵がどこにいるのかわかんないけど、あ、正面にいるね。正面赤く光ったんで、あそこの木の影、草の影にもいる。おっと、ボムをもらってく。で、回復入れて、はい、撃ちまくる。これやばい。これやばい。うん、もう無理だと思った。ケツ。めっちゃケツ見えてます。さあ、気を取り直して。まあ、目標との距離はだいたい40ぐらいかな。ピックアップして40メートル先みたいな感じだ。いた！よし、倒した。なんとか倒す。フルヒットすれば結構なんか溶けていくのが早いですね。で、ピックアップ。場所について、ゲットしていく。さあ、ここからどう持っていくか。味方がね、ちょっと来てくんないと、攻めるに攻めれないんでね、ボム投げて、相手牽制しつつ、こっちも応戦するけど、まあ、顔を出さないが一回下がろう。あまりにも自分だけ出てると危険なんでね、ちょっと下がって味方の到着を待ちつつ、サインゴ入れてもらう。はい、手前のターキン。うわー、やられた。マジか。あ、つかあれ、アサルトか。いや、あそこにちょっとね、戻っちゃったけど。1キルしかしてないわな。まあね、このゲーム、キルできなくても、目標物さえ持ってけばいいんでね、まあ、最悪0キルでもね、勝てればいいんですよ。さあ、味方が持ってるんで、ライフが少ないな、大丈夫か、君。ちょっと、じゃあ、敵をね、一掃しに行きましょう。はい、裏を取っていく。裏を取って、敵をね、横からがっつり倒していきたいんで。あー、やばい、これ、見られるな。あー、ダメだ。距離が良くないな。あー、来てる。これだったら俺スペシャリストやってた方がいいな。こんな位置だったら。やめよう。ちょっと普通に近距離でガツガツやってった方が良さげ。さあ、進んでいく。はい、横取ったね。横が、うわ、ちょっと待って、後ろか。そっちにいたか。クリアリングミスですね。やっぱね、この木のマップ、ちゃんと見ないと後ろを取られる。まあ、相変わらずの1キルですわ。あー、カウントが30、31、ちょっとやばめな感じかな。さあ、敵の位置。なんかもうちょっとね、敵をね、なんだろう、敵の気を引かせて、その隙に置くとか、そんなことできないかな。できねえか。お、なんだ。あ、戻ったか。くっそ。取りに行きますよ、下。うわ、汚れた。来たね。俺来たね。つか、取りに戻るのめんどくさいな。もう突っ込んでやられた方が早いか。はい、手前の。やばい、ボム投げて。いで。くっそ。なんか倒したか。倒してないか。で、ちょっとね、使われててね、使えないんですよね。ずっとなんか使われてんだよね、これ。多分一番上の人が使ってんのかな。なんかこのアイコンがね、アサルトとかヘビーとかスペシャリストとかね、このヒーロー系のアイコンが多分びっくりマークなんでね、普通のキャラでいきますか。はい、アサルト、出陣。どうしようかな。あ、進むか。あ、カウントが24でちょっと怪しくなってきたぞ。あれ、取れるか？位置的に。いける。さっと取って。よし、取った。うわ、あっぶね。回復入れる。あ、ダメか。間に合わねえな。結構あれだな。つか、上だし。あそこ取られてたか。まあ、味方が気づいてね、倒してくれると思うんで、気にせず行きましょう。カウントが少なくなってきて、若干ピンチになってきたが、上を注意してみるが、もうさすがに味方が倒して、お、落ちてきた。お姉さん、倒す。ジェットパックか、あのお姉さん、もしかして。あ、やべ、なんかかかった。いで。はい、回復切れていく。あ、そこにいるね。はい、倒す。で、味方が、あー、結構、左の方から行ってんのかな。さて、お、あつか落としてるし。どうしよう、これ。見えてんだよな。見えてんだけど、攻めにくい。あ、ボム投げる。あ、危ねえ。で、ピックアップして。よし、で、逃げる。ダメだ、こっち行っても味方の方へ逃げていく。さあ、カウントがもうないぞ。つか、お、逃げる。さあ、味方をおとりにして、俺だけは逃げる。もうね、もう汚ね、泥だらけのストームトゥルーパーで目標地点に、お、倒せ。よし、やった。いけるぞ。お、手前にいる。なんとかしてくれ。お、味方ナイス。倒してくれた。おっと。おー、いった。やったね。なんとかね、気合で持っていくことができたんでね。まあ、あんま活躍はしてないんだけどね、とどめを刺したということで、まあいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、まあ MVP とかは全然取れないけどね、目標達成できたんで、よしとしましょう。